信仰明寺は、愛知県岡崎志願津町東山にある浄土宗の寺院。三号は、弥六山。本尊は、阿弥陀如来。1451年、松平の光が、増上寺海賛成里氏の弟子で、下宇佐国イ沼公刑事から三河に布教に来ていた、千葉市出身の釈誉まれあり光を解散として創建した。1478年、報道を建立。 観音堂ははじめは、比叡山から迎えた釈迦像が安置されていたが、現在は観音像が祀られている。翌文明11年2月13日、御土御門天皇の直眼書とされた。1481年、松平信光の孫孫流が、当時解散、有光のもとで出家し、1511年には、信仰明寺三世となった。 1570年から1572年にかけて、武田信玄の三河国侵入の際、戦闘で報道の外は消失したが、後徳川家康の命で再建された。1602年、主因地120.82国を寄進された。近世は徳川家光先祖母大書として幕府によって修復が施され、1663年には常氏臨時を受けた。 1954年に老朽化が甚はだしかった観音道場屋根の復元工事が着手され、1955年4月12日に竣工式が行われた。総工費は111万円。境内には、堺博士親石宝塔や松平地下志士、松平安地下、松平信光三代の墓がある。また、岩津保育園という私立保育園が隣接している。 以下の物件が文化財に指定されている。ありがとうございます。